モルゴースはアーサー王物語に登場する人物。アーサー王とは種違いの姉にあたる。他、姉妹にエレイン、モーガン・ルフェイがいる。アーサー王に敵対したオークニーのロット王と結婚し、息子にはガウェイン教、アグラベイン教、ガヘリス教、ガレス教らを設ける。さらに、弟であるアーサー王との間にモルドレット教を生んでいる。 この点については伝説によって様々なバリエーションがあり、モルドレットを生んだのはモーガン・ル・フェイであるとするものもある。名前が似ていることからか、よくモーガン・ル・フェイと同一視されることも多い。コーンウォール公、ゴルロイスとイグレーヌの間に生まれる。その後、彼女はオークニーのロット王と結婚するも、ロット王がアーサー王と敵対したときは、 アーサー王の宮廷の様子を探るため、スパイとして侵入する。この時、モルゴースの美しさに恋焦がれたアーサー王と同金し、不義の子であるモルドレッドをはらむことになる。伝承によれば、この時、アーサー王は相手が姉であることを知らなかったとされているが、モルゴースはアーサー王が弟だと知っていたとする説もある。その後、アーサー王伝説には、 ガレス教の冒険のエピソードなどにおいて母親として登場する。また愛人としてラモラック教がいた。しかし、このラモラック教の父親は戦場においてロット王を打ち取った人物であり、家同士で確執があった。こうして母がアダの息子と関係していることを疎ましく思っていたガヘリス教によってモルゴースは殺害されてしまう。マロリー版などによれば、 この人物は、モルゴースという名前であるが、もともとは別の名前であった可能性が高いという。ジェフリー・オブ・モンマスのブリタニア列王記などによれば、ロット王の妻はアーサー王の姉である、アンナという人物になっている。また、ガウェインの母親は、オルカデス、または、モルハデスとするものもある。説によれば、モルゴースという名前は、人名というよりも、彼女の夫である。 よットおの治収めていた、オークニーに由来するという。つまり、オークニーのラテン語表記、オーカズから取られた名前が、モルハデス、モルゴースに変化したという。ありがとうございます。